はじめくんです。チーズケーキを作ります。チーズケーキのベースを作ってます。チーズクリームと卵をかけ混ぜます。とろみが出るまでかけ混ぜます。オーブンで加熱、焼き上がりましたら冷蔵庫で冷やします。冷やし終わったら出来上がり。上は同時に作った大福です。美味しくいただけました。